はい、皆さんこんにちは。ワンタンメンクマちゃんです。ちょっと昨日食べ過ぎて顔がむくんでます。今日はね、ちょっと家族でとても残念ながらお母さんは遊びに出かけちゃってるんですけど、まあ私たち家族3人でね、桜花見に行こうと思ってます。後ろなんかすごい目力の人が。で、どうやらうちの父さんは野草を採るのが趣味なので、今日はこの後いろんな野草に関する知識を伝授してくれるようです。まあ私は知っているところは5、6種類以上はあるかなっていう感じです。すごいね。いつから野草に目覚めたの？目覚めたっていうか、いつから食べれる、これは食べれるって知ったの？いつ？もう子供の頃から知ってるから。あ、だそうです。じゃあ後ほど。もう半分田舎育ちだから。花見するとこに着きました。おお、桜が溜まってる。綺麗。よもぎ。どれが？よもぎ。これがよもぎ？これがよもぎです。お餅とかタンポニーとか入ってる。おー、綺麗。まだ散ってない。よかった、ね、綺麗だね。桜が、そうだね、満開でちょっと葉っぱがつき始めた頃、まあでもいい頃だよね。散ってないだけありがたい。桜が散ってからさくらんぼができるとずっと思ってた。かわいいね、それは。今一気に出来上がってる。吹雪いてますよ、桜が。これは綺麗。なんか画面がキラキラしてる。めっちゃ綺麗。おお、こっちの方が両側咲いてて綺麗だね、お父さん。こっちのね、あの草にも幅落ちてるから、なんか草もなんか花咲いてるよね。確かに。お父さんってロマンチストだね。なんか撮影しようとしてるお父さん。どんなムービーになるんだこれは。おお。じゃん、すごい。風吹いててめちゃめちゃ桜吹雪いてる。すごい。多分さ、日本って4月に桜が咲くから、その新年度を4月にしたよね、きっと。入学式とか卒業式とかさ、桜のために4月にしたまであるよね。だって他の国、中国とかアメリカとか海外は結構9月始まりが多いもんね。いつから4月始まりになったんだろう、日本は。そういう新しい年度、まあ、でもだいぶ昔じゃないですか。すごいよね。これ何？お父さん。雪柳。すごい、よく知ってるね。じゃあお父さん乾杯、うん、はい、じゃあ乾杯。乾杯。ハッピーエプリル。何だろう、これ何が入ってた。入ってた。すごいじゃん。ナイス。お母さんが最初に花見した場所ってどこなの？最初に花見した場所、日本に来て最初にしたところ、うん、花見で。ああ、あれですよ、昔っぽい。私のね、あそこだって4人だよ。次のあの三河の用水道の方。だって前小さい時行ったことあるじゃん。お父さん、さっきさ野草取ってる人いたよね。はい。ね、何取ってたのかな。いや、よく通って見えなくて。でも我々の中でね、若いものたちが。それはなんで？いや、これはね、あのみんな習慣違うから。ああね。菜の花がいっぱい咲いてる。これは菜の花じゃないの？違うの？これ多分ね、西洋カシラ。カシラ菜。このカラシナってお花が咲く前のってこと？そう。だから咲く前の若芽の方は食べれる。こんな綺麗なところに食べれる野草が生えてるんだね。あ、なんか見たことある。うん、これね、サヤエンドウの違う。そう、これはススメのエンドウだな。ススメのエンドウ、ススメのエン
こからどこまでがスズメのエンドウ？だって これだ。全部？この紫の花が咲いてるところ？そうすごい量だね、確かに。上の方までびっちり。これ知ってます？ちょっと知らないでしょうか。どれ？これ。あー、知らないね。ちっちゃい花や。これはね、小有名な。小有名な？夢？大丈夫、落ちないでね。川のすぐそこ。おお、ブチブチちぎるね。これもそう？これ。これそうなんだけど、ただあれは虫に食われたから。ああ、綺麗なの探してた。うん。おお、いっぱい生えてるね、本当に。野草ってこの4月が結構いっぱい取れるの？3月から5月は基本的にはもう春野草の時期ですね。なるほどね。とか野草にも季節があるのか。あります。おー、いっぱい生えてる。この種類の、あの野草は中国にいた時から取ってたの？うん、これ上海でよく食べるやつです。あ、料理でよく出てくるってこと？そうそう。上海の方はね、マラントって言うんですか？あ、聞いたことある。マラントめっちゃ有名じゃん。なんか細かく刻んでるイメージ。そう。うわ、お父さんいっぱい取ったね。今天你还要采其他种类吗？そう、2、3種類くらい取りたいな。伸びるを取りたいな。伸びる？あった？これは伸びる。これ？このめっちゃ長いやつ？そう。長い草いっぱいあるから見間違えそう。よくわかったね、これだって。おお、うん。これなんだ。うん、これは見分けが難しそう。他の草よりちょっと色が浅いかも。なんかちょっとあのニンニクとニラの匂いするんですよ。めっちゃニラの匂いする。ネギっぽさもある。ニラの匂いは強いんですよ。うん、あと漢字で書くとね、ののニンニクなんです。あ、ニンニクっぽさも確かにあるね。ハサミ持ち出してきた。いや、あのね、これはね、根っこの部分も取れるんですよ。うん、根っこ、おお、めっちゃ大変そう。あー、でもこれはまだあれが出てきてないな。もっと深く掘るとね、うん、あのニンニクのちっちゃい根球は出てくるんですよ。まだ出てきてないんだね。そう、多分相当深いかな。最初この野草を取るの誰に教えてもらったの？お父さんは。おじいちゃん、おばあちゃんたち。やっぱそうなんだ。これはちょっと伝統として。あ、これはいい感じ。おお、あ、なんかぷっくりしてるね。そう、ぷっくりしてる。おすごい。そう、だからこれは脳のニンニクですって。そういうことね。ラっぽい匂いするよ。ネギじゃん。え、ニラっぽくない？ネギっぽい。お父さん曰くニラとニンニクの間。すごい真剣的にお父さん、野草教室開けるんじゃない？お、取ったぞ。おめでとう何作るの？伸びるで。おー、あ、あそこにも入ってる。なんかもう大体分かるようになった、何が何か。お、いいね。短時間でな、何個くらい勉強できた？これまだ2個目もうね、5周。まだ2回目、大量。いいね。まだだ。はい。桜が、桜の花びらが頭についてた。ひなひなななななな。なになに、なに、なにがあった？これ全部。ほら。なになに。これ全部。全部伸びるな。すごいね。お。お。1本。
抜くの大変なんだよこれ。やっぱ地球だけ根元を抜かないとね。はい、ということでこんだけ取りました。伸びる今日取ったこの野草でお昼ご飯にしたいな。それだね、そのふにゃふにゃの。そう頑張れ。下の方に、うん、隙近いところで、だから隙近近くてもう頑張れ。そう。おお。そうそうそう。たった意外とこの何だろう。取った感がめっちゃいいね。だからあるか、取ったのって言いたくなるでしょこれ。取ったの言いたくなる。やる気になった。妹ちゃんであった。いい光。あったかい。こんなとこに野草がねいっぱい潜んでるって面白い。よもぎいっぱいあるんですが、うん、やっぱ天ぷら一番美味しいんですね。はいはいね、よもぎは美味しいけど天ぷらは油いっぱい使うから大変だってお父さんが言ってました。いいね、収穫しました。ドッドドー。大量大量。結構もう取られちゃってる跡があるの。え、さっきだってこれもそうなんでしょ。あ、本当だ、なくなってる。そうだ、お父さんの他にも野草マスターが野草マニアに取られた。野菜マニアに。こんにちは。カモちゃん逃げてるよ。来て。飛んでる。カモって飛べるの？次取るのはこれ？そう。あ、ククの葉。苦そう。ククの葉。ククの葉か。うん、これを。お、これはもう手で取れるってこと？そうです。柔らかいってこと。いいね。あ、簡単に取れるんだ。短い。先っぽだけでいいんだね。そうそう、結構クコの葉を取ってる人いるんだね。これも取られてるし。そうなんです。じゃあ日本人も結構食べるんだね、クコの葉。食べる人いるんでしょ。どんな調理方法が美味しいの？これは大体そうですよね、押し出しとか。あ、野草ハンターの一人になったキキちゃん。これ何？これは何を取ってるの？毒ダミ。あ、毒ダミ、私の苦手なやつだ。私が好きなやつだ。これ苦いんだよな。すごい。これちゃんと涼拌すると超美味しい。いや私これ苦手な、すごい癖があるやつ。でも好きな人は好き。四川人特にこれ好き、うん。お茶でもできるよこれ。16茶の中にこれ入ってる。ふだみ茶とかあるよね。そう。うん。やっぱ好き。うん。おお。おお。やっぱこの匂い苦手。お父さんが黙々と取っています。これ何？タンポポ。おお、花が咲く前の方が美味しいのかな、タンポポの。そうです、花が咲いたら栄養が花の方に持ってかれるのか。そうやって取るのか。おお、ハサミで。おお、取れたね。なんだこれ、花咲いちゃってるけどいいの？まあでもまだね、葉っぱいっぱい残ってるから。なるほど。花も料理の上に飾ってもいいでしょ。確かに。あ、で、お父さんこれ全部伸びるじゃん。そう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 。本当だ。思ったより道端には食べられる草がいっぱいあるんだね。なんかすごいとこまで来ちゃったよ。河川敷のなんか普段誰も入らないようなところに。これ全部野草？取りきれないぐらい。わお。これなんだっけ？クコの葉です。クコの葉か。いっぱいあるね、クコの葉。テントウムシいる。てか、iPhone が必要。無言。無言。楽しい？すごい、この辺の緑のこれ全部クコの葉。すごい、いっぱい豊作です。豊作、よかった。